2021-2022 サロモンの S シリーズのラインナップをご紹介します。この S レースはレーシングスキーをベースにオンピステで使いやすいサイドカーブに設定されています。センターが65ミリからロングターン用になると70ミリということで、ハードパックされた中でもかなりクイックなエッジの切り返しが楽しめます。またシリーズの中でも最も強いエッジグリップを発揮するので、ターン後半鋭いスキーの走りを体感していただくことが可能です。この S-MAX は様々なターンに対応するオンピステのオールラウンドスキーです。センターの幅が72ミリから73ミリということで、ハードパックされた雪だけではなく、比較的柔らかい雪の中でも常に安定したスキーコントロールが可能です。この S-MAX は S レースに比べてミスに対する許容量が広いというのが特徴です。様々なエッジングの質にも対応してくれます。この S フォースの特徴はかなり柔らかめのフレックスに比較的強いトーションという設定になっています。そのためハードパックされたバーンをしっかりとカービングするだけではなく、少し荒れてきた斜面の中でも安定して雪面をグリップしながら、トップの方が浮き上がってくるようなフィーリングでカービングしていきます。これまでのスキーとは一味違ったフィーリングを楽しめるスキーです。S レース、S マックス、S フォース、いずれもオンピステのスキーですけど、それぞれに特徴を持っているスキーです。自分のスキースタイルに合わせて3機種の中からお選びください。